転換期を狙うと良い。勧誘は結婚、離婚、就職、独立などストレスが多くなる時期に行われる。情緒が不安定になっている時は判断力が鈍る。詐欺師もこの時期を狙っている。転換期は 公表しない方がよいだろうスマートフォンを左手で使うと夫婦喧嘩が減る人間は小さな自制心を発揮するようなことつまり少し新しい習慣を守るようにするだけで 自己コントロール能力が高まる。自己コントロール能力が高まると、他人に怒ったり、人に当たったりすることが減る。つまり、周囲との喧嘩も減るということだ。普段右手でスマホをする人は、左手で操作することを習慣にしてみるとよい。 ちょっとしたことでも自分を律して使うようになるためコントロール能力が高まるのだ。他にも階段を登るときは左足からとか、そんな些細なことでも問題はない。同調。 心理学には認知ケチという言葉がある。これはお金を出すことを渋るケチとは違い、興味のないこと、情報や知識が足りない物事などについて極力少ない労力で判断しようとすることである。人は 毎日いろいろな選択肢を与えられ、その都度決断をしなければならない。就活におけるリクルートスーツを、周りと同じ無難な黒色を選ぶこと、多くの人が行列を作っているお店を、美味しいに違いないと思い並ぶことなどがある。 また、長時間の行列に並び、仮に料理が美味しくなくても、長時間並んだことと美味しくなかったことが矛盾してしまうため、無意識のうちに味がわからなかったと感情をコントロールしてしまうこともあるのだ。 同じことを経験しても、傷つく人と、傷つかない人とがいる。ひどい罰や、気まぐれの罰を受けることがあり、いつも親が起こることを心配していなければならない環境に育った人は、傷つきやすい人。ミスをしたり、わがままを言ったり甘えても、 許容的雰囲気の家庭に育った人は傷つきにくい人だと分類される。叩かれる痛みを分からせるために叩くのはあり、お尻なら良い、など叩くことを容認する時代もあったが、 叩かれて育った子は、モデリング効果により、叩く人になるということが、心理学で判明した。体罰や暴言を受けた子は、脳自体が萎縮するということが判明したのだ。サイコパスは、 すぐに報酬をもらいたがる。嘘を発する意思決定時間が短いという特徴がある。サイコパスは、複足洗浄体という脳領域と、WMPCF と呼ばれる脳領域の結合が弱い傾向がある。 複則線状体のニューロンは短期的報酬の期待やスケジュール進行の情報を持っており VMPFC を含む全頭野脳は脳の司令塔である。両者の結びつきが弱いことですぐに報酬をもらいたがる傾向があるということだ。 また、全部体上界の活動低下もしていると考えられ、全部体上界は葛藤などに関わる脳の領域で、活動が低下していると嘘に対する葛藤が低いと考えられている。ただし、この内容は、 結論付けられているわけではなく、一つの解釈となっているとのことだ。お返しの心理、偏方性。入り口で、お茶や粗品を無料で配るお店を見かけるが、これは、偏方性を利用したもの。 人間は行為を受け取るとお返しをしたくなる。つまり偏方性を利用して購入させやすくしようとしているのだ。退屈な時間が子供にもたらすメリット。 時間ができたらためになることをしようとスケジュール帳を埋めてしまう人は多いかもしれないだが子供に暇な時間を過ごさせるというのも良い選択であるテレビやビデオが児童にどう影響しているのかを研究した結果退屈は 内面を刺激し、誰かに話しかけたり、ケーキ作りに挑戦したり、行動を促すものである。乗り物と聞いたとき、きっと最初に思い浮かぶのは車。だが、もし退屈であれば、もっと多様な答えが思い浮かぶ。 しなければいけないことがない状態は幸せや興奮と同じような感覚になる。だからその結果として現れた行動にはより意味や面白みが感じられるのだ。今の状況に対して何かが足りないと思っているからこそ 探さなければという冒険心を書き立てるのだ貯金を貯めるための心理学フィリベキャストという方が行った実験で貯金の場合目標金額を決めるとき欲しいものとか 目標や目的によっていろいろ考えるが、例えば、10年後にマイホームを買いたいからいくら貯金するとか、どこどこのバッグが欲しいから毎月いくら節約して貯金するとか、SNS やブログ、あるいは友人や家族、同僚など、 周りに公表すると、公表すればするほど、その目標額に近づくということがわかっている。目標を公表したグループと、公表していないグループを比べると、65%も貯金額が増えるということがわかった。つまり、 貯金しやすくなるのだ。ヤーキーズ・ドットソンの法則。緊張しすぎて頭が真っ白になったり、声が震えたりすることは誰にでもあること。しかし、全く緊張しないというのも、 実は考え物である。心理学では、適度な緊張がより良いパフォーマンスを生み、緊張が弱すぎたり強すぎると、パフォーマンスが低下する、ヤーキーズ・ドットソンの法則というものがある。これは、慣れていることをするときは、 緊張している方がうまくいき、慣れていないときは、緊張していない方がうまくいく、という考え方である。つまり、プレゼンで緊張しすぎてしまう人は、とにかく反復練習をして、慣れさせることがポイントになる。他にも、声のトーンを、 普段話しているように意識してみたり、瞬きの回数を多くしないように気をつけることも効果的である。朝型と夜型。朝が弱い人は怠け者というわけではない。 この朝型と夜型は脳内のセロトニンの分泌量によって分かれ先天的な特徴であるという研究もある朝型の生活が社会的に良いとされているが自分に適したライフラインを持つことで生産性が上がるかもしれない 対人関係でメンタルを消耗している人は、私を察して欲しい、私を知ってほしい、理解して欲しいという欲求が強すぎる傾向がある。相手に求めるものが多いほど、心がすり減ってしまうのだ。期待しすぎると、裏切られたときに、その分だけ、 傷ついてしまうものだ。唇を隠して話すときの真理。唇を隠して話すときは、発言に注意しながら話している仕草である。嘘を見抜かれないようにしているとき。 隠していることがあるときなどに現れやすいまた緊張しているときにも現れることがある説得は夜8時以降にする人間は夜になると感情的になりやすく 疲労しているため思考力や理性を緩めることができる。仕事の後だと疲れて判断力が低下するし、夕食時は心を開きやすくなる。ヒトラー演説は8時以降が多かったのだそうだ。夜に書いた記事を朝読み返すと、 感情的な記事になっていて驚くこともある。人が怖いという心理は、人が生まれながらにして持ち合わせている先天的な気質。養育者との関わりや育った環境など、後天的な 環境要因が大きく関係している。一度身についてしまった人が怖いという感情はすぐに拭うことはできないが、気の置ける親しい間柄の人との対人関係がうまく気づくことができれば恐怖心も徐々に薄れ、他の人と話す機会にも恵まれるだろう。 いろいろな人との関わりの中で成功体験が生まれそれを重ねることで対人関係における自信へと人が怖い心理の克服につながっていくのではないだろうか自分の生産性を上げる方法 一日の中にやりたいことがあっても、どんなに仕事に追われていても、必ず怠ける時間を作ること。モラルライセンシングといい、人間は、ちょっと良いことをした後は、少しぐらい悪いことをしてもいいかな、と考えてしまいがちな傾向がある。例えば、 学生を対象にテスト前に実験でどのくらい勉強したかということを質問する。そうすると何時間頑張ったとか頑張ったことが可視化される。そうすると翌日サボる確率が高くなったり、その日の晩にお酒を飲みに行ってしまったり、 目標達成の妨げになるような行為をしてしまいやすくなるのだ。人は、こういった、ちょっと頑張ったから、サボってもいいかな、という感覚を抑えることは難しいため、あえて怠ける時間というものを作っておくとよいのだ。その時に注意が必要なのは、 今日頑張ったから明日はサボってもよいとはならず自分でコントロールできるレベルの怠けタイムを用意するとよい目標の欲求勾配仮説目標が近くなるほど その目標の価値が高まり、達成したいという欲求が強くなるという仮説である。フルマラソンを完走するという大きな目標を掲げたとして、いきなり42.195キロ走ろうと練習しても、モチベーションは維持できない。そこで、 段階を分けて、まずは1日5キロ走ることを目標に、達成できたら10キロ、20キロと距離を伸ばしていく。このように、困難を分散することで、小さな達成を積み重ねていくことができる。最終的には、 フルマラソンのタイムを更新するという新たな目標も見つかるかもしれない。これは恋愛においても応用することができる。いきなりデートに誘うのではなく、まずは共通点を見つけ話題を作る。連絡先を交換する。 一対一ではなく共通の友達と出かけるといったように段階を踏むと最終的にデートに誘うこともできるかもしれない心のつながりの薄い家庭で育った人は食事を楽しむという概念がない傾向にある 食事は空腹を満たすためのものではなく楽しむものでもある。美味しいものを味わって楽しむだけでなく、目で見て楽しんだり、会話をして楽しむもの。人間は楽しむべきことを楽しまなければ、鬱的傾向に進んでしまうのだ。 子供の言うことを何でも聞いているとわがままになるという説は児童心理学の研究によって否定された。真実は全くの逆で、抱っこと言ったら歩けるでしょと言わずに抱っこして、読んでと言われたら読んであげる。自分の言うことを聞いてもらえている子は、 親の言うことにも聞く耳を持つようになるのだ。首の後ろを触る心理。男性が首の後ろを触ったときは、不安や不快感情を感じている可能性がある。人は、 不安感情や不快な感情を感じたときに自分をなだめようとしてそれが仕草に現れる。このような仕草をなだめ行動と呼ぶ。男性が首の後ろを触ったら嘘をついている可能性を疑いながら 話しやすい環境を作ると良いだろう。説得するときは正面に座り、親密度を高めるときは並んで座ると良い。九十度に座るのはそこそこの関係と思われている。 立っている時に自分側にバッグを持ったら少し警戒されているバッグやカバンは外から身を守る鎧のようなものである失恋からすぐに立ち直る方法脳の中に 新しい神経経路ができるまで約1ヶ月かかるためたくさんの予定を入れて忙しくしておくのが良いついつい塞ぎ込んでしまいがちであるが気分が良くなる活動をしてとにかく気を紛らわした方が良い運動や いらないものを捨てるというのも効果的。相手の嫌いだったところを考えるのも良い。元恋人は完全に良い人でも完全に悪い人でもないということをちゃんと認めない限り、脳は元恋人のことを過去のものにはできない。 だから、あの人のこんなところが良かった、と思い出して寂しくなってしまったら、でもこんなところは嫌だった、ということをセットで考えると効果的である。やるべきことをちゃんとこなせるようになる。 魔法の口癖。人間は、正しいことをすればするほど、その裏側で、誘惑に負けやすくなって、自分に甘くなってしまうため、なぜその行動をするのかと聞かれたとき、これが正しいからとか、ベストな選択だから、と答えるのではなく、自分はこれが好きだ。 好きだからするんだというのを口癖にすると良い。人間は正しいことをやりたいわけではなく自分の好きなことをする性質がある。だから正しいことをするとその代わりに少し自分に甘くしてもいいかなという感情が生まれるのは 当然である。これが正しいからするのではなく、自分はこれが好きだからという思いや言葉遣いを心がけるとよい。コロコロと態度を変えてあなたを批判する人は放っておいてよい。 しばらく放っておけば、そのうち、あなたが無反応であることに飽きて、別の人を批判するようになる。こういう人は、その程度の一貫性しか持ち合わせていないため、相手にしなければ大きな害はない。 子供ができないことを親や先生がやってあげているといつまでも自分で自立ができないという説は迷信であることが発達心理学の研究で判明した何度でも一緒に取り組んであげることが心理学においては大切なのである ネクタイを触る心理。男性がネクタイに触れる場合は、首の後ろと同様に、不安感情や不快感情の現れのケースが考えられる。この場合も、嘘をついている可能性を疑い、話しやすい環境を作ると良い。 女性が喉元に手を当てたときは同じく不安感情や不快感情の真理を表すなだめ行動である。男性がネクタイを触るように女性がネックレスを触ることも同じくなだめ行動である。 変顔とリアクション。口を尖らせて反論したり、発言後に笑ったり、変顔でリアクションをするのは自己防衛の一つである。本心や素の部分を悟られたくないのだ。シャイな人ほどそういった傾向が多い。 欲望を刺激し、売り上げにつなげる話術。人は、商品を実際に触ったり、手に取ったり、サービスを受けたりするような行為をすればするほど、それを買いやすくなる。これは、遠くにも使え、お客様が、 その商品やサービスを使って幸せになっていることを想像させるような喋り方をすると良い。車であれば機能の充実をアピールすることも大事であるが、この車に乗って週末に家族でお出かけをして息子さんと公園でキャッチボールとか楽しいでしょうね。 など、ストーリーに乗せて、相手が、それを使っている状況を想像してもらう方法は、とても良い方法である。商品やサービスを使い、それが自分にとって幸せなんだと感じると、人はそれを買いやすくなる。具体的なイメージを持つことができると、 自然と幸せになる方向に解釈をするため満足度が高くなる嫌いな人のいいところを三つ思い浮かべる嫌な人めんどくさいと思う人でも必ずいいところはある人間は 良いところに注目すればするほど自然とその人に対して協力的になりその人から受けるストレスが減るということがわかっているどんな相手でも初対面の人でも自分より優れているところなどを頭の中に思い浮かべ三つ褒めてあげること 口に出しても良いが、変な人に思われるかもしれないため、頭の中で完結すると良い。この方法を普段から練習するだけで、人に嫌なことをされても、自分にとってメリットになる点や、助けてくれる点に注目できるようになり、ストレスを抱えづらくなる。 カチッサー効果。相手の承諾を得る際によく使われるのがカチッサー効果。方法は至って簡単で、要求に対して理由を添えるだけ。また、理由に関しては、特に意味のないことでも効果がある。 心理学者のランガーは、コピー機を優先的に使わせてもらう要求に対して、3つの頼み方を検証した。一つは、先にコピーを取らせてください、という要求のみのパターン。二つ目は、急いでいるため、先にコピーを取らせてください、と、 本当の理由を添えたパターン。三つ目は、コピーを取らなければいけないので、先にコピーを取らせてください、と、理由があるようで、ない理由を添えたパターンである。結果は、最初の要求のみに対して60、60%の人が応じたのに対し、 あとの二つは共に90%の人が応じたというもの。これはビジネスだけでなくデートの誘いにも応用できる。いきなりデートに行きませんかと伝えるよりも美味しいレストランを見つけたのでのように何か理由をつけるだけで デートに誘う成功率が上がることが期待できる。苦しみから抜け出す方法は他の人を喜ばせること自分に何ができるかを考えそれを実行すればよい。 手を隠すのは嘘つきの仕草である。手を隠すのは嘘をついている時など、後ろめたい心理の時に現れる仕草。例えば、座っている時、テーブルの上に置いていた手を引っ込めて、テーブルの下に隠したような場合は、 嘘をついているか、やましいことがあるかもしれない。立ち話し中でも、前に出していた手を後ろに隠したり、ポケットの中に手を隠したときは、嘘をついている可能性に配慮すること。オーバーリアクション。 相手の視界の中で手や物を動かすと、私はここにいます。と、相手に印象づけることができるため、記憶に残させやすい。話の内容よりも話し方が重要である。 テキストメッセージ疲れアメリカの臨床心理学者アレクサンドラ・ラッシュ博士によるとテキストメッセージ疲れと今という世界の状況が関係しているのだとか新型コロナウイルスの影響で学校や職場が封鎖され授業や業務連絡も オンラインベースに移行した。人と直接会う機会が減り、テキスト上のコミュニケーションの重要度が高まった。以前は、息抜きとしてのテキストメッセージのやりとりが、勉強や仕事といった重要な事項と結びついたことで、オン・オフの境界線が曖昧になってしまったのだという。 また、感情を明確に表現する難しさや、発する言葉への責任の重さといった、テキスト特有の性質も関係していると考えている。この新しいストレスへの対処法は、テキストへの返信をやめ、直接電話をすること。 自分の上司とうまくいっていないときは、合わない上司と同じ世代の友人を作ると良い。普段行かないような渋い居酒屋やバーに行った際、馬が合わない上司が何を考え、どんな悩みがあるのかというようなことを友達になって理解することで、 上司のことも理解することができるようになるそうするとあなたの評価も上がり上司から受けるストレスも圧倒的に減らすことができるようになるピグマリオン効果褒められると伸びるタイプ という人がいるが、心理学では、褒められたり、期待されることによって、良い結果を出せるようになる、ピグマリオン効果というものがある。ピグマリオンの語源は、ギリシャ神話に登場する王の名前で、美しい女性の彫刻に恋焦がれ、祈り続けた結果、 望みが叶ったという伝説に由来している。また、褒め方にも四つの分類があり、相対評価、結果評価、絶対評価、プロセス評価がある。人は、生まれ持った才能よりも、努力した量やその過程を評価されることにより、 自信につながり、モチベーションも維持できることがわかっている。つまり、相手を褒めるときは、絶対評価とプロセス評価を意識すると効果的である。受け身の人は、無自覚で生きていると愛情に基づく関係より、 依存に基づく関係を選ぶ傾向がある。他方に自分を愛してくれる人がいるのに、自分を傷つける人との関係をわざわざ選ぶ。幸せになりたいと思ったら、自分は無意識でいると、自分を傷つける人に惹かれる傾向がある、ということを知っておくことが、 大変大切なことである。女性が男性の腕をさする心理。女性が男性の腕をさすったり、会話の途中に腕を触る際には、相手の男性を信頼している可能性が高い。 脈割りの可能性もあるが、女性によっては、ボディータッチが多い人もいるため、過信は禁物。逆に、男性が女性に触れると、セクハラ扱いされるリスクが高い。ただ、二の腕は、触られても、嫌悪感を感じにくい傾向があり、 男性が女性をお店にエスコートする際などはよく見られるいずれにせよ相手に触れるということは信頼の証だと言える似た者同士の演じ方「私たち似てるね」という言葉よりも 行動や仕草に表現すると良い。行動は言葉以上に説得力を持つ。人間は自己否定したくないため、自分と似た行動をする人に対し好感を持つようになる。 良い選択をする方法良い選択をするためには常に代替案を探すことと問題のリフレーミングが必要である例えば一つのテーマを学ぶときは立場の違う人の本を3冊から5冊程度買って読むと 違う視点が理解できるということ。ダイエットの本でも炭水化物は必要だという本もあれば抜いた方がいいという本もある。両方買って読んでみて説得力や論理の矛盾を調べそのエビデンスまで調べていくと正しい判断ができる。 リフレーミングは、ベストな選択肢は何なのか、そもそもなぜ自分がそうしたいのだろうと考える方法である。お酒を飲む時にチェイサーがあるが、そもそもこれは何のために飲むのかと考える。もちろん、悪酔いしないように飲むものである。 ということは、悪酔いしたり、二日酔いしないようにするには、どのような水が良いのか、となる。と、ここで問題が出てくる。どんな水を飲むべきなのか。そして、その問題を深掘りしていく。そうすると、人それぞれに答えが出てくるのだ。 人間の脳というのはコンテクストに左右されやすくできている。背景情報や環境によって簡単に騙されてしまう。例えば、誰かが炭酸水が美容にいいとか、冷たい水は体を冷やして良くないとか、いろいろな情報によってつい流されてしまう。 だから、別の前提があったらどうなるのか、とか、違う状況だったらどうなのか、そもそも自分は何のためにそれをするのか、と、問題を違う角度から捉えることが大切である。これを、枠組みを変えるリフレーミングという。 認知的不協和理論大好きな彼氏や彼女に別れ話を切り出されたとき、あなたは別れたくないと引き止めるのか、それとも分かったとあっさり受け入れるのか。実は心理学で言えばあっさり受け入れる人の方が、 相手の気を引くと考えられている。これは、レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論という心理で、何か行動した時に生じる気持ちの矛盾を解消させるために、考え方や行動を変えることを意味する。つまり、 別れ話を切り出している側が、きっと引き止められるに違いない、と思っていて、いざ別れを告げた時に、あっさり受け入れられると、あれそこまで好きじゃなかったのか、と気持ちが揺れ動く。もし、まだ好きな相手に別れを切り出されたら、一度、自分の感情を抑えて、 あっさり受け入れてみるのも一つの恋愛テクニックと言える。アイデアは質を求めた時より量を求めた時に生まれることがわかっている。良いものを最初から作ろうとすると手が止まって 考え込んでしまうが、たくさん作ろうとすると、作っている間にコツもつかめる上、奇跡が起こる可能性も高まる。希望という感情が痛みを緩和する。どんなにつらい状況が続いても、 未来に対して希望を抱いている人は痛みからの回復が早い傾向にある。辛い状況下では暗く後ろ向きになりやすいが少しでも今日はこうしたい明日はこれをやろうと思う心が大事である。 初対面で役立つ会話テクニックまず相手のことを調べておくこと相手は初対面の人に自分のことが知られていると嬉しいものなのであるお噂はよく聞いておりますご活躍は存じ上げておりますと伝えると 好印象になりやすい傾向がある。しかし、ここまでは単なる社交事例と取られるかもしれないが、そこに追加情報が加えられれば真実味が増す。相手が本当に自分のことを知ってくれていると思えば、これだけでも会話のキャッチボールがしやすくなる。 To do リストは必要ない実は多くの成功者は To do リストを使っていないなぜなら41%の To do リストは永遠に終わらず50%はほぼ1時間以内に終わるからであるほとんどが達成できないものを使うのではなく 習慣リストを使うと良い。習慣リストを使い、スケジュールの中で実行することが大事である。何時にどの場所で何をするかを細かく決めておく。なぜ習慣リストが大事かというと、1時間で終わるようなどうでも良いことを書かなくなるということだ。 習慣リストは毎日続けようという内容を書く。毎日続けることは非常に大事なことしか書かなくなるため、習慣にしたいことは何かを考えると、長期的な視点で物事を見れるようになり、短期的なことやそもそもやらなくていいことは省かれる。 さらに、いつどこでやるのか、ということを決めていないと、やらなくなってしまうため、具体的な内容を決めておくとよい。作語効果。上司を、続きはどう思う、などと呼び捨てにしてしまった。 夫が帰ってきて、行ってらっしゃいなどと言い間違いをしてしまったことは経験があるかもしれない。精神学位のフロイトは、言い間違いには、その人の潜在意識が現れる、錯誤効果があると定義している。これには、言い間違いだけでなく、聞き間違い、見間違い、 読み間違えなどの広い分野での間違いが含まれる。例えば、これから会議を始めるときに、これより閉会します、と言い間違えてしまうのは、早く終わりたいという気持ちが現れてしまっているのだと考えられる。もちろん、すべての言い間違いや、 聞き間違いに潜在意識が現れるわけではないため早とちりしないよう気をつけること心理的盲目人間の脳は100%の情報を受け取っているわけではない脳は 3%しか機能せず、残りの97%の情報は捨てている。そのため、同じ情報を得ていたとしても、人によって見え方や感じ方、受け取り方が違う。97%の情報を捨てていることによって、 見えるはずのものが見えなくなってしまう。このことを心理的盲目、スコトーマと言う。例えば、目の前にスマホがあるにもかかわらず、スマホをなくしたと焦りながら探すこともある。これは、スマホがない状態の焦りが臨場感を作り出し、 あなたの脳から目の前のスマホを消してしまうのだ。人間の受け取り方というのはとてもいい加減で、思い込みというのは簡単に作られてしまう。ただ、思い込みを逆手にとって上手に活用すればメリットは大きい。 ヒトラーの演説演出と感情を利用し小さな暗示を成功させていく強い光大きな音で心の隙間を作ることその瞬間に本来の暗示をかけるという手法であるヒトラーは疲労しやすい夕方以降 二十時以降に演説を開始、暗闇と炎で神秘を演出する。間を活用し、注目を集め、感情論を繰り返す。そして、思想を植え込み、怒りで先導させるといった方法を活用していた。 ダイエット中の食べたいという衝動を抑える方法人間の衝動は2、3分我慢できれば抑えることができるということがわかっている食べたいと思った瞬間食べたい欲求が高まっていくそれがしばらくすると落ち着いて 我慢が成功する状態が作れるのだ。とはいえ、甘いものを前に、ただひたすら我慢するというのは難しく。例えば、スマホの簡単なパズルゲームなどがおすすめである。食べたいと思った瞬間に、食べ物に手を伸ばすことなく、2、3分ゲームをすること。 その後、ダイエット中だし、我慢しようかな、という気が自然と起きていく。もちろん、ゲームでなくても問題ない。身体像協会。心理学では、自分の体についてのイメージを、 身体像と呼び、身体像と外界の境界のことを身体像境界と呼ぶ。身体像境界が小さい人は自信がなく他人と接することに不安を覚える。反対に身体像境界が大きくはっきりしている人は、 自分に自信を持っており、他人に余裕を持って接することができると言われる。この、身体像協会がよく現れるのが、洋服である。つまり、派手な服や高価なファッションで着飾る人は、身体像協会を大きくしていると考えられ、 内心は自信がなかったり、不安である傾向にある。また、新しい自分を演出したいとき、リフレッシュしたいときに、普段しないようなファッションを取り入れるのも効果的な方法である。相手を口説くときは、 相手が気づいていない長所を探して褒めると良い。美人女優に綺麗ですねと言っても当然すぎて印象を残すことはできない。自分の知らない自分を褒められることで相手にとって特別な人になれるかもしれない。 占いが当たる理由占いというのはバーナム効果によって当たっているバーナム効果は心理学者バートラム・フォアが実験した内容で誰にでも当てはまる性格の記述を自分だけに当てはまると思ってしまう効果のことを言う。 年収が高い人は部屋が片付いている。ミニマリストになる必要はないが、物が少ないことで即断即決ができるため、選択肢を減らし、管理コストを減らすことが大切である。 大事なことに集中するための時間と労力。集中力を上げるためには、どうしたら良いのかを考えることに意味があるのだ。脳と心の関係。 心は脳の動きの結果であり、場合によっては脳に損傷があると性格が変わることもある。実際に脳の一部の損傷により、その人の性格が変わってしまうことがある。 脳への刺激が感情に影響することもある。心が脳の働きの結果であることを知っていると、自分を客観視できたり、相手の気持ちにうまく寄り添うこともできるし、能力開発的アプローチもしやすくなる。 また脳は心に思ったことを実現させやすい器官であるこのような内容は自己啓発などでよく歌われるが医療の面でも事例がある以前教育テレビにて 脳卒中の人のリハビリとして、ニューロリハビリというものが放送されていた。脳卒中で歩けない患者さんに、歩いているところをイメージさせるだけでも、脳の運動やが活性化され、歩けるようになる、という内容であった。 歩けなかった年配の患者さんがイメージを繰り返すことで歩けるようになったのだ。このように脳をうまく使えば様々な可能性がある。 ほとんどの子供向けアプリが心理学を使って長くプレイさせたりお金を使わせたりと工夫をしているアメリカミシガン大学の研究チームが子供向けアプリの心理操作デザインについて論文を公開した この研究における子供向けアプリの定義は3歳から5歳の被験者160人が使用しているアプリだそうだ調査を行ったところこんな可愛い動物たちとちょっとしたお金で遊べるお母さんか お父さんに聞いてみて、だとか、突っ立ってないで、なんとかして、などと、お金を使わせたり、長くプレイさせたりするために、心理学を悪用していることが明らかになった。研究チームは、被験者の家庭の 世帯年収との相関関係を調べており、低収入の世帯ほど影響を受けていることが判明した。研究をリードした博士は、子供ではなくテクノロジー企業のために作られているデザインは、 状態化しており、私たちには今以上の規制が必要である、とコメントしている。子供向けのアプリは生活をよりよくデザインされていると思っていたが、現実はそうではなかったようだ。 相性の良い異性を探すのが面倒くさい時。あなたと相性の良い男性もしくは女性はこの人ですとコンピューターがアドバイスしてくれればどれだけ楽なことだろうか。最近では数日間来続けた T シャツの匂いを嗅ぐという相性診断もあるようだ。そんな中、カナダの心理学者リは恋愛パターンを6つに分けた恋愛の色彩理論と呼ばれるものを発表している。6つの恋愛パターンには 遊びの恋愛、実利的な恋愛、友愛的な恋愛、相田的な恋愛、美の恋愛、狂気的な恋愛がある。例えば、遊びの恋愛と相田的恋愛の二つのパターンは、自由奔放なタイプと、 尽くすタイプで、自己犠牲を払ってまで尽くされる恋愛を重く受け止めてしまう。そのため、相性は良くない。遊びの恋愛と相性が良いのは、実利的恋愛、狂気的恋愛の人が相性が良い。 そもそも、遊びの恋愛というのは、恋愛にゲーム的な楽しさを求めるタイプ。ある程度の距離感を保ちつつ、相手に執着しないのが特徴である。実利的な恋愛は、目的意識が高い傾向にある。 自分の地位を高めるため、不自由のない生活を送るためなど、職業や年収を優先して考えるのもこのタイプである。狂気的な恋愛は、嫉妬深さが特徴的である。相手を独り占めしたい、愛されていることを、 常に実感していたい、など、強い感情を持つ。この、六つの恋愛パターンを把握し、気になる相手と自分の恋愛パターンを比較してみると良いかもしれない。 うなずき。話を熱心に聞いてくれる人ほどうなずく回数が多くなると言われているが、実はうなずきには同意を表すものと無関心を表すものも存在している。この 正反対の意味になるうなずきを見分けるポイントはタイミングである。例えば、話の切れ目や同意を求めるときにうなずいているなら同意をしていると考えられるが、話のタイミングや切れ目に関係なく、 うなずいているとしたら、無関心、退屈といった心の現れと考えても良いかもしれない。また、こんな研究もある。うなずくタイミングのベストタイミングがあり、このタイミングにうなずくことで、 相手からの印象をより良くさせることができる。その方法、タイミングというのが、まず、相手が話しているときは、2秒に一回程度、小さくうなずく。なるほど、といった意味でうなずくのだ。 そして、話の切れ目や、相手が伝えたいことが出たタイミングで、オーバーに大きく頷くこと。そうすると、相手は自分の話をよく聞いてくれると感じ、好印象を持たれることができるのだそうだ。 男性はポジティブに勘違いし、女性はネガティブに勘違いする。例えば、LINE では、男性から女性に LINE を送る場合、基本的に男性にはゴールがあったり、 何か別の目的があって LINE するとは限らない。女性の場合は LINE の目的は感情を共有すること。会話をすることが目的であって何か用事があるとかではない場合が多い。 今日いいことがあったとか、ニュースでこんなの見たとか、たまたま歩いていたら見かけた小物が好きそうだよね、など、そういった感情の共有を二三日に一回ぐらい何気にできる男はモテるということだ。 目的のない連絡は行為を表す。だから大事なのである。進化心理学的にも証明されており、男はポジティブに勘違いする。女性に好意がなくても、ちょっと優しくされたりすると、 その気になってしまう。逆に、女性は、男性が好意を持って接していても、これは違うんだろうな、勘違いしちゃいけない、と思ってしまう。女性は、恋愛において慎重なのである。 ネガティブな感情について人間の脳にはラスというシステムがあるこれは情報の取捨選択であり自分が意識している情報だけをピックアップするシステムであるネガティブな感情でいると このラスが働き脳がネガティブな情報ばかりをピックアップするためどんどんネガティブな現実が引き寄せられていく人間関係の面でもネガティブな人はマイナスが多く ポジティブな人は、ネガティブな人を、敬遠する傾向があるのだ。他にも、ネガティブ感情というのは、血圧を高めたり、心拍数を増やしたりして、心身症などの疾病を招くこともある。 ネガティブ感情を意図的に遮断する方法はクリアリングプロセスが良い。クリアリングプロセスとはマイナス思考をクリアして脳をプラス状態に変える方法である。ネガティブを感じたとき 意識的に考えないようにするのだが、それは簡単なことではない。そこで体の動きを加えると良い。簡単なものでも問題ない。指を鳴らしたり、指先を見たり、耳たぶを触ったり。 そんな簡単な体の動きを加えることでそれがトリガーとなり意識と体でネガティブを消去することができる他にも簡単な方法だとシンプルなゲームによってネガティブな感情が 緩和されることが分かっている。テトリスが PTSD という心的外傷後ストレス障害を緩和させたと研究で判明した。辛い時は簡単なゲームをして気を紛らわせるとよい。 彼女と喧嘩してばかりな人は、紳士的な気遣いをすると、喧嘩の予防となる。女性は、男性が思っている以上に、さりげない優しさや気遣いを大切に考えている。面倒くさいとか、忙しいとか、 感じる男性も多いが、コストパフォーマンスを考えれば、むしろ率先して行うべきである。女性にプレゼントを贈る場合、年に一度の大きなプレゼントより、月に一度の 小さなプレゼントを贈る方が幸福度が高くなると言われている。普段の生活においても高価なプレゼントに匹敵するぐらい紳士的な気遣いは大切なものである。紳士的な気遣いといっても 難しいことではない。一緒に歩くときは、車道側を歩く。彼女がヒールを履いているのなら、段差の前で、そっと手を差し出す。先にドアを開ける、など。仕事が忙しい人も、忙しいときこそ、 それだけ彼女を気にしているとアピールする絶好の機会なのである。暇な男性が毎日する一時間の電話より、忙しい男性がする十分の電話の方が嬉しいものである。 忙しいアピールをする必要はないが、ちょっと声が聞きたくて、と、電話をするくらいの余裕は持っておくと、喧嘩の予防となり、結果、自分の人生のためにもなるはずだ。もし、喧嘩してしまいそうな時は、まず、 共感すること。そして、その次も共感すること。男性というのは、まず解決しなくては、と考える。女性はただ、話を聞いて共感してほしいとき。 良かれと思って送ったアドバイスが逆効果になることはよくあること。喧嘩になりそうだなと思った時は共感を意識すること。忙しくてストレスが溜まっていると聞けば、そうだよね。 忙しくてストレスがたまっているんだねといった具合で実際に「わかるよ」と伝えるのもよいしおうむ返しをして同じフレーズを使うのも効果的であるまばたきが増える時 会話している時に相手の瞬きの回数が増えたらそれは弱気になったサインである。人は緊張すると無意識のうちに瞬きが増える。アメリカの心理学者トエッツは1988年 ジョージ・ブッシュとマイケル・デュカキスがアメリカ大統領選でテレビ討論された時の瞬きの回数を調べた。結果、ブッシュは1分間に67回、デュカキスは75回であった。 平均的な一分間の瞬きの回数は約二十回ほどで、両者ともかなり緊張していたことがわかる。比較的多く瞬きをしたデュカキスは、視聴者から落ち着きに欠けると評価され、 結果ブッシュが勝利したとも言われている。ビジネスにおいても、交渉をするとき、相手の瞬きが増えてきたら、不安や緊張を覚えていると判断できるため、畳みかけるのも有名な手法である。一方、 恋愛的には行為の現れともなるため相手の気持ちを伺うヒントにしてみるのも良いだろう。どのようにすれば知的に見えるのか。知的に見えるのは知識量よりも 喋り方で決まる。百の知識を持っていても、人に伝える能力が三しかなかったら、三の知識しか持っていないようにしか見えないのだ。逆に、十の知識を持っていて、十の知識を十表現できる人は、 百の知識を持っていて、三しか表現する能力がない人よりも知的に見えるものだ。伝える能力というのは、専門用語を使うということではない。専門用語をたくさん知っていて、 語彙力があるだけではダメである。心理学で言われるのは、難しい言葉だけを語っているとバカに見える。かといって、専門用語がなくてもバカに見えるのだ。一番の手は、 専門用語を言ったら、それを分かりやすい例や言葉、具体例で言い換えると良い。都合が良い解釈、自己中心的バイアス。自己中心性バイアスというのは、 過去の出来事を自分の都合の良いように解釈することである。アメリカの社会心理学者ミッシェル・ロスは、夫婦がそれぞれどれくらい家事をしていると思っているかという調査を行った。結果、夫婦共に 自分の方がたくさん家事をしていると感じる傾向が現れた。つまり、他者の行動より自分の行動をよく覚えており、自分の方が貢献度が高いと感じている。プライドが高い人ほど、 このバイアスがかかりやすい。ただ、このバイアスは、どの人にも起こることである。感情と理性に訴えかける。大抵の意識決定は、無意識のうちに行われる。 それは決して不合理ではない。人の直面するデータ量というのは一秒ごとに何十億と言われるほど膨大で、その全てを意識して処理することはできず、無意識がデータの大半を処理するようになった。これが 直感を信じるということの始まりで、ほとんどの場合がうまくいく。無意識のうちに行動を起こすとき、多くの場合、人は感情的な理由に基づいて決断を起こす。また、私たちは、 感情で決めて理性で言い訳をする。例えば、単価が安い食品などはじっくりと比較検討して、ブランドが選択されるということは少ない。多くは、なんとなくとか、馴染んでいるからといった。 感情的な理由で直感的に選択される。そのため、まずは感情を揺さぶり、端的に言えばいいなと感じてもらえる感情訴求をすると、消費者とのコミュニケーションはうまくいくかもしれない。 外国語で考えると合理的な答えが導き出せる。2002年ノーベル経済学賞を受賞したプロスペクト理論をもとに行われた調査では選択を迫られたとき第二言語による思考で導き出した結論の方が 合理的であった。他国の言語を話すとき、口から出まかせが出にくくなるということもあるのだそうだ。相手の名前を呼ぶと印象が良くなる。心理学者 マズローが提唱した五段階欲求の中に承認欲求と呼ばれるものがある。他人から尊敬されたいとか優れていると思われたいなどといった人間の基本的な欲求を意味する。会話の中で相手の名前を呼ぶ。 といったことでも、私はあなたを認めている。あなたに話しかけている。といったメッセージになる。ただ挨拶するのではなく、〇〇さん、おはようございます。とする。会話の中で、相手の名前を入れるだけでも、全く効果が違うため、 試してみると良いだろう照れた時に頭をかく仕草。心理学的には自己接触と呼ばれる心を落ち着かせる行動だと言われている褒められて嬉しいと思うが 露骨に嬉しいことを表すのは恥ずかしいという複雑な気持ちをクールダウンさせるために頭をかく。褒められて済ました顔でいると生意気という悪い印象を与えてしまい。かといって口に出して照れているなんていうのは 正直すぎるため、頭をかいて、周囲に照れているということをアピールする。照れた時に頭をかくのは、日本人特有のリアクションで、海外では、鼻をかいたり、顎をさするなど、国によって、 様々である小動物を飼うと生産効率が上がる実際に飼わずとも動物の写真を見るだけで効果がある広島大学の研究によると 小動物や人の赤ちゃんのかわいい写真を見るだけで人の集中力は高まる。かわいい写真を見せて仕事をさせた場合と普通に作業をさせた場合とでは見せた方が集中力が高くなり、 作業の成績が最大で44%もアップしたのだそうだ。左上を見る仕草。左上を見るときは、過去の視覚情報にアクセスしているときである。 つまり、実際にあったことを映像で思い出している。他にも、右側に目線が出るときは未来へのアクセスと言われている。他にも、嘘をついているときにも、右上に視線が動く。 目標購買効果。心理学者、クラーク・ハルは、ゴールに餌を置いた迷路で、ネズミを走らせると、ゴールに近づくほど、ネズミは早く走ることを発見した。これは、人においても、同じ行動をとるとわかっている。 例えば、スタンプカードを作るとき、マスが10個あって、すべてのマスが空いている状態と、マスが12個あって、2マス、すでにスタンプが押されている状態。この2つのパターンだと、後者の方が、 目標購買効果が働きより多くの人が使ってくれるスタンプカードとなるのだ脱いだ靴下を嗅ぐ癖について人が自分の匂いを嗅ぐという行為は動物で言う マーキングをして、匂いを確認する作業と同じだと言われている。つまり、人間も動物であり、自分の匂いを確認することは、動物として基本的な行動とも言える。自分の匂いを嗅ぐことで、動物は、 自分のアイデンティティを再確認して、それが安心感へとつながる。他にも、鼻を噛んだ後のティッシュを開いてみる行為も同じような意味が含まれる。靴下、鼻を噛んだ後のティッシュを見ることで、 汚いものが排出されたという安心感も得られるのだとか電話ボックスの詰め込み実験満員状態を再現するために電話ボックスを用意しお互い 見知らぬ十人の男女サラリーマンにお願いして、電話ボックスにぎゅうぎゅうに入ってもらう。リハーサルの段階では、見知らぬ十人を詰め込むことができたが、本番になると入りきったものの、電話ボックスのドアを閉めることができなかった。 リハーサルから本番までの間に体が膨らんだのかという頂上現象のようにも思えるがこのリハーサルから本番の間には1時間程度空いており10人の見知らぬ人たちが知り合い同士になっていたのだ 他人だからこそリハーサルでは強い力で体を押したりところ構わず触ることができたのが知り合いになったことによりそれができなくなったのだアメリカの大学で学生による狭い電話ボックスに 何人詰められるかという世界記録に25年間も挑戦しているものがあり、1984年に24人という新記録が出ている。この競技に参加している学生は、新記録を作るために、 お互いを理解し、体を密着させたり、人の上に乗ったりということを楽しんで行っていたと考えられる。気持ちやモチベーションの持ち方次第で、人のパーソナルスペースは伸縮する可能性があるのだ。 人生を変える方法。人間は起きている時間の二分の一から三分の一は習慣的な行動に支配されている。つまり、習慣をコントロールして変えることができれば、自分の起きている時間の 半分は変えられるということ。習慣というのは自動運転であり、それを意識することで変えられるものである。普段の行動で意識できるものは40%程度。 残りの60%にどのようにして気づいていくのかが大事である。習慣を変えるためには、それに関係する環境を変えることが必要である。環境を変える方法は、手っ取り早いのが、 引っ越しや旅行、誰かと暮らすのも習慣を変えることができる。ただ、こういった方法だと、良い習慣も悪い習慣も変わってしまうことがある。結局、人間というのは、意志の力で、 習慣をコントロールすることはできず、状況が同じだと同じ行動をとってしまうことがわかっている。良い習慣を取り入れるポイントとして、異不全ルールを使うと良い。異不全ルールというのは、心理学者、ピーター・ゴルビツァーによって、 研究された目標達成のための計画術であり、これを使うことにより、目標達成率が倍以上になるという研究結果もある。イフゼンルールは、もし A が起こったら B を行うという、 ルールを決めるというものである。例えば、英語の勉強習慣を取り入れたいとする。そんな時は、電車に乗ったら単語帳を開く。寝る前に英語のラジオを流す。朝食を食べ終えたら、英語のテキストを開く。 などである。仮に夜に勉強をしようと決めても、仕事から帰ってきて疲れていると、今日はやらなくていいか、と、ネガティブな感情が習慣化を邪魔してしまう。異不前ルールを使用して、あらかじめ、 電車に乗ったら単語帳を開くと決めておけば、ネガティブな感情が入る隙間なく、行動を自動化することができるのだ。ポジティブハロー効果とネガティブハロー効果。 そもそも、ハロー効果というのは、一つの目立った特徴が、その人の全体に対して、高い評価が印象づけられることである。ハローとは、成人の五行のことで、後輩効果とも呼ばれる。このことを主に、 ポジティブハロー効果と呼び、例えば、一流企業で勤めている人に対して、他の人間的要素は本来関係ないのにもかかわらず、確認しないまま素晴らしい人だなと評価してしまうこと。ネガティブハロー効果は、 その人が、著しく悪い特徴や低い能力を持っているとき、別の要素まで低い評価をしてしまう現象である。例えば、ルックスが悪いだけで、性格が悪く、他の能力も低いと、レッテルを貼るような状態。 悪魔の角を意味する、本を語源として、保温効果とも呼ばれる。実際に、職場でよくミスをしてしまう人のことを、人格や仕事以外の能力などに関しても、低く評価してしまう、想像してしまうのが、保温効果。 ネガティブハロー効果と言える。微笑みやうなずきによって相手の行動を形成することができる。有名な話で学生たちが結託して授業前に段取りを決め 講義の最中に教授を追い出したという話がある。教授が授業を始めると学生たちは教授を無視する。教授がたまたま扉に目を向けるときだけ彼らは教授に注目をする。 これを何度も続けると、教授は扉を頻繁に見るようになる。こうなると、学生たちは扉を見ただけでは、教授に注目しない。代わりに、教授が扉の方に一歩進んだ時にだけ、教授を注目するようにした。 こうやって教授の行動をコントロールし、教授が教室から立ち去るまで続けたという話である。これはポジティブな方法にも活用することができる。プレゼンの時、質問を投げかけ、 あなたのことを聴衆が見たら、微笑んで、うなずいて見せたりする。次第に聴衆は、あなたが質問をしたら、あなたを見るようになる。こうして、あなたの行動により、聴衆の行動を形成することができるのだ。 どうしても良いアイデアが浮かばないとき、手を動かすと良い。頭であれこれ悩むより、実際に手を動かしながら考える方が良いアイデアがひらめくのだ。これは、ポジティブシンキングになるためにも役立つことである。 悩み事を抱えているとき、黙って頭で考えてしまう。しかし、固まっていくら自分の頭で考えたところで、実際に行動に移した経験値にはかなわない。とりあえず動くことで、あとはすんなりと進めることもあるため、 とりあえず行動に移すこと。頬杖をつく女性。合コンなど盛り上がっている時に一人頬杖をついている女性がいることもある。楽しくないのかなと。 心配になり、声をかけづらいと思う男性も多いかもしれない。頬杖をつく行為は、心理学的に、反動形成から来る行動をとっている。反動形成というのは、自分の気持ちを悟られないようにするため、あえて、 思っていることと反対の行為や態度を示してしまうことである。つまり、内心は周りの人と同じように盛り上がっているが、はしゃいでいる姿を見られたくない、合コン慣れしていると思われたくない、と。 不安になる気持ちから来る態度だと考えられる。直感を信じること。イスラエルにある大学の研究によると、人間の直感は90%くらいの確率で、 的中するということがわかっている。研究では、スクリーンの表示に2種類の数字が次々に映る。終わった後、どちらの数字が多かったですかと質問をする。すると、6セットしたら、 60%24 セットしたら90%正解率が上がった。迷った時は直感に頼る方が強く生きることができるし、ポジティブに生きていて何でもトライしようとする人は迷うことはない。ネガティブな人も 直感に頼って選択を決めてみると人生が良い方向に向く可能性もある。犯罪を生む心理。犯罪を生む心理の一つに敵意貴族バイアスがある。これは 認知バイアスの一つで、他人の言動を自分に対する攻撃と捉える心理的傾向である。例えば、会社の同僚たちとの会話が途切れた時、敵貴族バイアスが強い人の場合、自分のことを嫌っているだとか、 自分を無視している。自分を低く見ているという思考をしてしまう。このような心理が悪化すると、何らかの犯罪に発展することがある。他にも、アノミーの悪化が考えられる。社会の無規範や、 無秩序を意味するアノミーという用語。簡単に言うとアノミーは社会の中で夢や目標を達成できず、夢と現実とのギャップに苦しむ状態である。夢が破れてしまったような状態を アノミーが悪化したという。アノミーが悪化すれば、自分を慰めるかのように、薬物や窃盗、障害などの犯罪に手を染めてしまう確率が高くなるのだ。 競争相手が少ない方が競争意欲が引き出される。スティーブン・ガルシアの研究によると少ない人数の部屋で試験を受けた生徒の方が高い点数を取る傾向があることが分かった。競争相手が 少ししかいないとき、人間は無意識のうちに、この中でなら一番になれると感じるのだそうだ。やりたいことがないときは、輝いている人の真似をするとよい。 やりたいことがない状態をゼロだとして、個性を持つとか、創造性を発揮するといった掛け算をしても、結果はいつまでたってもゼロのまま。大切なことは、ゼロに足し算をしていくという考え方である。 この足し算をする上で役に立つのが真似ること。最初の数が大きければ、それだけ掛け算した結果も大きくなるものである。やりたいことを楽しんでいる人、輝いている人を真似していると、真似をする難しさが見えてくる。 なぜうまく真似できないのかどうしたら同じようにできるのかと考えたとき同じ方法でなく自分なりに試行錯誤した方法を試したくなるはずである試験前の 部屋掃除。試験直前になって部屋の掃除をしたり、休憩のつもりで漫画を読み始めたらいつの間にか何冊も読みふけっていたなんてことはおそらくあるだろう。このような 不思議な行為をしてしまうのは、セルフハンディキャップと呼ばれている。自ら不利な状況を作り出し、失敗した時の言い訳を用意して、事故を守ろうとしている。つまり、試験の結果が悪かったのは、掃除ばかりしたり、 漫画を読んだのが原因で本来の自分の能力はもっと高いと思うようにしているのだアメリカのある大学の水泳部員を対象にした調査では普段から言い訳の多い部員は大会前に 練習量を増やそうとせず、言い訳の少ない部員ほど練習量を増やす傾向にあることが分かった。自信のない人ほど自分が失敗した時の言い訳を用意し、自らハンデを背負ってショックを和らげようとするのだ。 セルフハンディキャップに気づいた時こそが自分の成長の兆しである。